日向坂チャンネルで人狼ゲームが生配信されましたね。2回戦歴史として出場した斉藤京子、しっかり人狼に狙われた人を守り、1回目からちゃんと人狼を当てて2時間中数分しかゲームしてないのに存在感を表しました。斉藤京子のプレイを見たお日様たちは、キョンコ人狼アプリに鬼課金してるだけあってお前笑い、キョンコ人狼になるとすげえしったり者になるの面白すぎる、こんだけ人狼知り尽くしててうまいのにオフサイドわからない、ギャップかわいい、キョンコ強すぎて毎回楽屋でゲームマスターやってるのも納得するわ笑い、ライブの陰慣れだと噛んだりするのに人狼ゲームの信号だとめちゃくちゃ流暢なの草、ひな愛のテストとかでよくあるよくわからないけど自信満々なやつかと思ったらガチで強かったのか、いないとは思うけど普段の斉藤京子知らずにこの人狼の配信だけ見た人はこの子頭もいいんだろうなって思うよね笑い。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。本当にお願いします。マジでお願いします。